아니 이건 진짜 커플이 아니고 혹시 나를 그냥 친구로 생각하는 건가? 나만 이렇게 커플로 생각하고 있는 건가? 한국인 여자는 そこはいいなと思います. 그 흑기 안녕하세요. 안녕하세요. 흑기 잡을 그 끌거입니다. 김경식입니다. 카메라가 変わりましたね. 근데 혼자 카메라에 밑에 뭐 이기리씨는 프린스 쪽도 밑에인 것 같아. 최근에 난 외국어 구독자 뭐 増えたから 英語도 좀 다시 왔어요. 하이. 하이. I'm hungry. 아까 먹었잖아. 뭐 英語는 이쪽은 최근에 쿠키 토크에 한국어 카리시도 일본 카리시 뭐가 違うんかな? 이거에 대해서 이야기를 했는데 오늘은 일본인 카노르도 한국어 카노르도 뭐가 違うんかな? 그리고 밖에 미터잖아요. 그때 호카노 토모다치와 니칸카프로토카 일본인 조세 토모다치도 미테 話してる。この前は私のめちゃくちゃ個人的な意見でしたよね。でも金元信君は何が違うって言っても、そんな人にかインスタグラムでいろんな人の意見をもらってます。興味ない。あんまり自分以外に興味がない。インスタグラムこれ話もして、最後には私個人的に話もなかったものが、もしかしたらあったら話すと。 Yes, I'm hungry. 우선 첫 번째로 가장 많았던 의견 No.1 배려? 배려. 하이류가 도 지금 한국인의 생각에 대해 일본 조세나라바 하이류가 오이. 맞아 맞아. 聞きたいのが 하이류って どういうの 하이류っていうの? 例えば 자기가 포테토 칩스 食べたいなっていう時に 口に はい! みたいな? それが 배려? それ는 애사오 아니에요. 도구치엔노 뭐라고 해야 될까? 좀 미스테이크 시테모 좀 유루시마스 하고 뭔가 손나까나 でも私の友達の韓国人の友達とかもめちゃくちゃ優しい人が多い。これ、あ、クリコ。マカロン作ってくれたもん。うん、美味しかったね。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。私が実際にクリコに付き合っても、人は배려が多いの多いね。そんな時もあるよ。あるけど、日本人以下多い、そんな考えはないや。あー、クリコ、日課。 これ日本人これは結局私たちが今に韓国人たちに質問した者たちだから私たちも実際に感じするものだいかなと思って。でもなんか米量が具体的にちょっと知りたいね。私もちょっと勉強もしたいし。多分コメントに何かありますか。君よりじゃ頭大きいね。これって2番目にあります。米量のないコメントで。米量のある人のコメント。わあ、君よりじゃ頭が小さすぎて見えないでした。スペース、何かなって見たら。おいや。<笑><笑> これ日本女性だからじゃないけど、日本人にかリアクションが多いんかって。例えばどんな時に初めて恋愛した時、まだ覚えますんで、クリコと電話する時、クリコは、ちゃぎ何もがすよ、それは私クリンパンを言う子、ご飯食べましたよね、クリコは、わー、マジケッターとかしませんから。まだそんな日本のリアクション文化にならない私としては、これもんか私がなんかすごいものを食べたかなと思って、1週間ぐらいクリンパンと牛乳だけ食べて、やべえじゃん。でも今もう慣れすぎてうるさいでしょ。あ、違います。 私たちの生活が本当にリアクションが大きいと大きい大きい。でたまにコメントで、この二人嘘みたいって。私たち動画じゃないところがめちゃくちゃうるさいし、あと本当に嘘くさい。私も自分でリアクションして嘘みたいだ。自分でしながら。自分でしながら。うわ、嘘。なんか なんかチャギが、ミヨックは温めてジャガイモを炒めてただけで、はい、マジケッター。これ本当よ。もし私が他の人ならば、私が他の人や、大体見たら確かに日本人がリアクションが多いにか、こんな薄リアクションが好きや、そんな人もいるよ。そんな意見も。リアクション問題は私たちが元々大きいから、チャギはもっとそれを感じるかもしれない。小さいものに 표현. これね、私もちょっと賛成ですが、私も個人的なメモにもこれが一番目でしたんで、 진짜 小さい プレゼントとか 今の コンビニで 買ったリンゴケーキとかでも、 자기 ありがとうと、 그러면 진짜 人間としてどう変えたいか、 そんな 心。 それで安い プレゼントあげますや。チーならばどうして。あ、違います。それは違います。もう、でもそんな方法があったね。そんな方法。 연락에 대해서는 진짜 私 고진테키네 인스타그램とか 쿠키커플 인스타그램にも 상담とか도 ありましたんで 사실 쿠리코도 레나이 사이즈는 진짜 연락을 안 했어요. 잘 자, 안녕, 밥 먹었어. 이 정도만 하니까 이건 진짜 커플이 아니고 혹시 나를 그냥 친구로 생각하는 건가? 나만 이렇게 커플로 생각하고 있는 건가? 그때 당시에 유튜브에서 일본어 공부를 자링센세라고 하는 분을 배웠었는데 이분이 유튜브 라이브를 할 때 제가 거기다 질문을 했었어요. 카노이토가 코멘트에 니혼진타치와 모토모토 손나요 그냥 쇼시키니 하나시테 비테라? 이렇게 이야기를 해서
그리코니 그냥 진짜 솔직히 하나씩 맛있다고 그때서 이제 그리코도 그때부터 진짜 잘하기 시작했어. 나는 솔직히 귀찮아じゃなかったです. 素直になるのが 恥ずかしい. 私だけ 一生懸命だったら どうしようとかも思うし 面倒くさい 여자になったら どうしようってすごい思ってて 寂しいし 心配だし 連絡もっとしてほしいし しても言えない 言って嫌われたら どうしようとかで めちゃくちゃ恥ずかしかった. 자기가 それを 話してくれたから ストッパーが パッ。 その日本人彼女と今遠距離してる人とか付き合ったばっかりの人とかは恥ずかしがってる人も多いと思うから素直に話したら相手も答えてくれるかも。寂しい時寂しいって言っていいんだなみたいな。なるほど。恥ずかしい。韓国彼女よりエロいものについてもっと悩みを聞くとか頑張ると思います。問題があったらラゴイヤギシマシタンで、私もサンジャです。韓国人イメージでエロいそんなイメージがありますラゴイヤギラなんで、私ねこれが100歩違うではないんがあって、居酒屋とかでみんなで一緒に話しますじゃが、それなら진짜韓国では絶対話とダメな話がこれみんな笑いながら冗談します。エロいなもので、居酒屋で隣に座ってるおじさんがカップルにいじりじゃないけど下ネタを話してくるとかよくあるけど、次はそれがカップルでいる人たちに、特に女性がいるのに、おじさんがそれをわざわざ話すって何みたいな。もしかしたら私一人にいる時ならもうしてもいいやと。日本人はなんかわー。実際に韓国では余者がいるところでそういう下ネタとかをあまり話さない。ああ、したら今時代でめっちゃ大事。でも確かにオープンですよ、そういうところ。私たちもオープンに話すし、私たちのドッキリもそういうのが多い。嬉しい。最後はいいんじゃん。束縛の違い。束縛どっちが強いんだろう。もともと嫉妬ということは性格にか。どうなんだろう、嫉妬は分からないです。これが嫉妬好き。あ、私がされるのが、ちょっとしてくれたらいいなって思うけど、まず嫉妬されるようなことしないもん。私がその一緒に行ったソンベとかのコートとかを着て帰ってきますとか、チャギが一緒に行った女の子のチマを履いて帰ってきます。なんで私の、ね、例えばそれなら嫌じゃない、もちろん 100% それね、ムハマって管理が来ても剣道する。でも日本人本当にしない人多いからね、あの本当は思ってても言えない人が多いから、なんじゃとか特に。이런이야기가있네오픈마인드예요코야테하나스요리스트레이트하나스가스키아저씨는갸코네코레인시한국인의호가스트레이트니표현してくれるってことでしょ。でもそっちの方が楽な時が자기もあるんじゃない。사이쇼는그리고가지분의이켄토카를잔또하나사나이거아뭐먹을래아자기타베테이크부터아그리고어디가갈래아자기하고싶은대로이러니까사이쇼는벤뉴야벤니다탔거든뭔가근데これが嫉妬続いたら、あれ私もクリコ行きなり聞きたいよ音楽。今日のクリコ誕生日にか、クリコ食べたいものを食べますじゃ。あ、じゃあしたいなら。飲むたったっぺじゃな、その時に。こんな練習をそれで私がするだろう。困った。料金ですね、料金。料金。しろ。確かにでもそう、そうかも。直接言えないけど、言えなかったら不満な顔をするみたいな。それがしろじゃん。逆にそれなら、くにゃん話したらいいんだ。そういうストレートに表現できるとか、甘えたりとかそういうのもできるから、韓国人の友情なのにそこはいいなと思います。더치페이더치페이는사실저희는더치페이를하지않아요이혼이기때문에더치페이문화는진짜비꾸리지마시대요結局後からのトラブルがないようにしたいっていうのでやってる人も多いから、あの時も私が100円多く払ったしとかっていう話をしたくないから、カップルでもタチペイする人が多いと思います。でも結婚してもタチペイとかするの？結婚しては一緒にお金するから、するカップルもだんだん最近多くなってきた。結婚しても、だから今日から私たちもやれ、私10円私5円私3円もうそれならうまい棒8年ぐらい貯金しておまい棒見たしたがこれでみんなの意見を見ましたんで、ちなみにのプラスの意見が一つあったら、はい、アニメーションについて話しよう。クリコのアニメーションが好きじゃな。そしてクリコだけじゃなくて、リカンガブルをオフ会した時みんな一緒にカラオケに行って初めて歌ったことがアニメーション歌だったんで、でアニメーションについて엄청オープンマインド。確かに日本だからかな、アニメーションの国だからかな。アニメーションにオープンマインド。あれが뭐냐면진짜国民的に見ます하고、国民的にアニメを好きを、これが같아요。クリコもよくアニメーション歌歌いますじゃな。だんだん来てる。너무好きじゃな、私も。いい歌が多いんです。バルカシリ。でもアニメは本当にドラマよりも面白いことも多いから、私は漫画も読むし、アニメにも理想のタイプとかもいるし。誰？服部平次。どこの？コナン。ああ。
그후기희 이렇게 해서 일본인 카노라도 한국인 카노라도 차이를 재미봤습니다. 개인적인 의견은 의견だけど, 사실은 민나의 의견을 見てたら面白いし. 카노리 감각으로는 그런 것도 많이 봤으나 또가 뭐 되게 되게듯이. 결국 둘째도 이이 ところ가 있습니다. 그럼 물론이지. 그리고 어떻게 생각하게는 일본인이니까 라고 생각했더라 진짜 다른 것 같아요. 성격이 本当に それぞれ 違うから. 그리고 次の 극기 독대와 견시 군가 また 髪の毛の 色を 変えてると思います. 뭐 확인이 나로 요소래더라. 지금까지 봐주셔서 감사합니다.